境内入口高神社は、広島県に秋郡府中町にある神社。式内社後継者、秋国相社後継者。旧社格は、県社。別名として、誇りと友。社名の、高を、現在は、竹と読ませているが、本来は、大家と読んでいたとも考えられ、またかつては、多賀などとも読んでいた。式内名神、大こそ。 秋国秋軍高神社の後継神社として、明治6年に創始された。社元では、式内高神社は、神武天皇が統制の際に7年間滞在した、秋国の滝り具あるいは、誇り具の後に創始されたものとしている。縁起式神明朝では、明神大社に列している。戦前の本殿中世には、武士の構想により社勢が衰退し、所在がわからなくなった。 江戸時代になると、境内者に、武井社のあった、松崎八幡宮と、秋国僧者である、僧者が、式内高神社の後営者を主張し、論争となった。結局、明治六年両社を廃止し、現在地の誰その森に社殿を造営して、両社で祀られていた神を祀る、高神社が、新たに創建された。この際、両社に伝わる国旗は、 後の争いを避けるためにすべて焼却されたという。翌明治7年に剣者に、別格した。式内高神社の深海の変遷。現鎮座地の、誰その森という名前は、神武天皇の滞在時に、祖は、誰祖と尋ねたことによるものである。本殿は三剣舎流れ作り、拝殿は桁行き五剣、張馬三剣の入りも屋作り、平来りで正面に、千鳥破フを飾る。 屋根は共に銅板葺。き。以前の両殿は、広島城内三の丸に鎮座した稲荷社の社殿を、明治初年に譲り受けたものであったが、大正4年に火災で消失したために、同11年に再建されたもの。構造は、桁雪張りまとも一軒の入りもや作り、平いで火はだぶき、後輩をつけ、中には、みこしが収められている。同じく旧稲荷社から移築され、 対象の火災を免れた建物で、広島城関係の遺構としては現存する唯一のものであり、江戸時代初期の元羅年間に、浅野市が広島入法当時に混流されたものと言われる。あぜくらつくりの広国見手を四角形とする、極めて異例のものとなっている。昭和29年に、県重要文化財に指定された、所在地交通アクセス。ありがとうございます。